みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと297日となりました。みなみです。マイアミではありません。髪が髪を食べてしまう。なんか曇ってきたなと思ったら晴れましたね。うっぱい。あ、ね、ちょっと隠れられない。失礼しました。皆さん体調はどうですか？結構周りの人体調崩してる人多くて大丈夫かなって思います。私は元気で、さっき文章をガーって書いたら頭が疲れました。この辺が疲れた。なんか文章って書いてるとずっと同じこと書いてるような感じなんですよ。なんかまたこんなこと同じこと書いてんなみたいなのがすごい多い気がするんですけど、でも書かずにはいられないみたいな衝動があって。絵とかと一緒だよね、多分。まあ、書きゃいいってもんでもないと思うんですけど、なんかもうとにかく手当たり次第に出すみたいなのは私現代病の一つだと思ってるので、いいか悪いか別としてね。友達が過去に一日一曲作るっていうことをやってたんですけど、地獄だって言ってました。でもその時に鍛え上げられた何かはあるみたいなこと言ってて、確かにコンスタントに今はできてないけど一日一記事書くとかさ、やってると書く力は身につくので、完全に放置みたいなことは割となくなるんじゃないかなっていうのは確かに思います。すごい生えてる。パチンコ屋さんの前なんですけど、多分ちょうど喫煙ルームみたいなところの目の前っぽいですね。だからカチャカチャ音がする。まあ今日はそんな感じで、多分ね花粉の薬飲んでるから
眠いんだよね多分ね。本当は1日1回しか飲んでなかったんですけど、あまりにも目がかゆいので昨日の夜飲みました。で朝も飲んだので眠いです。多分自分のせいだと思います。というわけで時間が限られているので私はこれで、皆さん良い一日をお過ごしください。じゃあ。